無限電光株式会社は日本のオートバイ乗馬用品の製造業者である。主にヒットエアーブランドでオートバイ乗車及び乗馬用のライディングウェアを販売している。ヒットエアーのライディングウェアは肩、肘パッド及び脊椎パッドなどのプロテクターを装備したジャケットにコアと呼ばれる内蔵型エアバックシステムを追加したものである。ジャケット型のほか。 一部ベスト型のものも製造されている。コアと呼ばれるエアバックシステムは着用したジャケットに内蔵されたカートリッジ式に酸化炭素、ガスボンベのキーとオートバイの車体などに付属の伸縮ワイヤーで固定し、事故によってライダーが車体から放り投げられるなど 25kg 以上の張力がかかるとコアからキーがリリースされ、バネの力でボンベの風板を激震が破り、 二酸化炭素が放出され、気質が0.5秒程度と、急速に膨張する。気質は、首の後ろ、背中、側腹部に配置され、ライダーが受ける衝撃を緩和するようになっている。またコアは、最大限に膨らんだ後、ガス抜きバルブが作動し、徐々に減圧し、通常の状態に戻り、大きな破損がない限りはカートリッジを交換する、ことにより繰り返し使用が可能となっている。 海外のプロライダーやスペイン、中国、ギリシャなどの警察が導入。ブラジルではバイク便業者に着用義務付けるなど海外で評価され、海外のライダーウェアメーカーにも OEM 供給されている。その後日本でも海外での評価が伝わり、日本でも白バイ乗務員や一部のバイク便業者に採用されている。他の車両や障害物との衝突、転倒時などの際、 ライダーが、車体から大きく、かつ遠くの水平な道路面に投げ出された時に、最も保護効果を発揮する。車体から飛ばされると、ほぼ同時に、他物と衝突した場合は、エアバッグの展開時間に間に合わないため、効果は限定的となる。ジャケットは丈夫で厚いため、軽めの即時衝突には、ある程度の身体保護効果が期待できる。ただしエアバッグの展開後であっても、 路外に転落したり、垂直のタブツに高速度で衝突したり、突出したタブツに刺さったりした場合は、効果は限定的となる。ジャケットが保護しない部分に衝撃があった場合も同様である。なお、中速、低速で車体転倒したような場合であって、伸縮ワイヤーに 25kg 以上の張力がかからない場合には、転倒した車体にワイヤー経由で引っ張られて、 ライダーが引き倒されるため、障害の程度がやや重くなる傾向もある。膝や肘のプロテクターも面倒であるが装着が推奨される。停止時の後方から追突など突射に車体を置いて逃げたい場合も、ワイヤーのロックを忘れず素早く外さないと逃げるのに支障が出る場合があり、要注意である。ありがとうございます。